前回までの赤の世界は、メタモンと愉快な仲間たちが徘徊する、謎の施設。施設をさまよい、カードキーを手に入れて、施設脱出。トンネルを抜けると、そこは、やはり赤の世界でした。目の前の森に進んでいくと、怪しい教会発見。何が待ち受けているのか？パート6、スターブー。はいどうも、タクタクです。赤の世界やって、実況プレイやっていきたいと思います。ではやっていこう。クソ、ロープが巻きついている。よく燃えてるな。これなんか、薪かなんかを拾って、焼き切るってことかな。おぉ。やってしまった。とりあえず教会に行けばいいんだろうから行ってみよう。教会には何もいないことを願う。ですよね。ふう、髪がボサボサ。こんな状況なんだ、仕方ないさ。そうだよね、早くお風呂に入りたいな。のんきなこと言ってる場合じゃないぜ。いっ、あっ、パッ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 、ほら、えいっ、よしよしよし。これでアイテムゲット。なんかいるし。え、今触れた触れた。お、そんな触れるつもりじゃなかったんだが、ちょっと気を取り直してやり直そう。いやー、お、なんかいろいろある。うん、刻んでいない。アキラ、結婚する？は？急に告白とも取れることを言い出したけど、将来結婚するの？そういうことね。将来結婚するかしないかはその人の自由だ。よし。うん、教会なん、包丁か。あ、包丁であれか。ロープを切るのか。こっちじゃないや。やめて。よし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 。絶対切ってもなくならないじゃん。まあいいや、そういうツッコミあんまりよしておこう。おお、なんか街の上を歩いてるって感じが。これなんかどっかで見たことあるな、この風景。これあれじゃない、マヨヒガのなんかこう館からこうやって逃げてくる絵に似てる。うん、そんな気がしました。ねえ、アキラ、時空を管理するおじさんの話、聞いたことある？ああ、噂程度だけどね。時空を管理って、こっちか。こんな話を聞いたことない？異世界に入り込んだ人間が、そこで出会った時空のおっさんに助けてもらえるって話。僕たちが置かれている状況もそうだけど、異世界に迷い込んだ人たちってみんな似たような体験をしているらしいんだ。そう、時空のおっさんに会った。きっとそれが僕たちが助かる唯一の方法だと思う。アキラ聞いてる？そいつにならもう会ったよ。え？死んじゃったけどな。
もうどうしようもねえじゃん。ね。戻れませんよと。もうどうやって抜けるのか、これからが楽しみだが、行くか。なんなんだここは。柵で塞がれている。屋敷に来てしまった。もう何かいる。あっちこっちに何かいるよ。なんかうごめいてるんだけど。皿が置かれている。どういうことだ。この家すごい。どうしろと。どうしよっかな。とりあえず痛い。もうなんかある。ねえアキラ、どうしても我慢できなくなったら自分のおしっこを飲めばいいんじゃない？ ああ、なるほどね。確かにそういう手もある。ごめん、僕が悪かった。まあね、無理だよね。やめてやめてー。上に行こう。おーい。よし。なんとか頑張ろう。おら。これ本物かな？まず間違いないだろうな。本当におっかない家だよね。絶対に許せないよ。この家に嫉妬してるのか。何もなさそうだな。おい、ちょっと待って。めっちゃ早いのがいたー。よし、2個拾った。おお、いけたー。ちょっと待って、今どこにいるんですかって感じ。マリーが落ちている。これ拾えないのかな。だいぶ進んだな。お、魚。いろいろあんな。なんだこの肉に魚に、あれなんだっけ、ロープだっけ。お？なんだかこの場所、京都の修学旅行を思い出しちゃう。仙人村だっけか。違うよ、侍村。お、カム。お、なんか急にアイテムがいっぱい増えてきたな。おいおい。なんかやっぱりうごめいてんだ。なんだ、あいつら何を待っているの？そういうこと？肉を置く。お？肉を置いたら？あ、なんかいっぱい。おお。あ、搬入の面。今なんかカチッって言ったけど、なんか起きたのかな？これ、こういう仕掛けだったのか。なんかいるし。
じゃあこっちには、お、魚を置けってことか。魚を置く。おお、そういう仕掛けか。両方押したけど。両方、お、開いてる開いてる。そういう仕掛けか。よし、じゃあ行くぜ。なんだ、なんかあるかと思った。なんか通じてんのかと思ったら、なんか落ちてるだけだった。床にひびが入っている。鎌で壊す。おお、ロープを打たらさ、おい、もう一気に使っちゃうね、アイテム。じゃあこれで下に、おお、おー、ほう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 、こう遠くまで来ちゃったね。こうなったらこっちからアピールするしかないな。何を？どういう意味？俺が思うには、思うにな、時空の管理人ってやつは一人だけじゃないと思うんだ。うん、もしかしたらおっさん側にとっても不測の事態なんじゃないか。俺たちが長時間この世界にいるこの現状が。そうかもしれないね。俺たちが知らせる余裕が必要がある。俺たちがこの世界に取り残されていることを。でもどうやって？あ、学校だ。学校に行けと。水晶3枚目フル装備やん。こっちにも行けないし、こっちにも行けない。じゃあここでセーブをしておこう。はい、というところで今回の赤の世界はこれで終わりです。ではまた次回ご覧ください。ではまた。